100万の矢なら誰にも折れないさ。救いたくばそこを抜けることだ。俺はどうかな。立花の救援を見せるためにな。何だいこれは。やるしかない。やっと東が片付いたと思ったら今度は西だ。両兵衛殿の仕業なら敵は島津だけじゃ済まないね。こっちは後手の手、信長公の願いつぼか。えい、輝元、この戦は橘が敗れれば終わりだ。